皆さんお久しぶりです。今日は特に目的もなく動画を撮っていこうと思ってるんですけど、さすがに何もすることないなということで、一旦このトレイをとりあえず持ってきたんで、こいつらと共に動画を撮ろうかなと思ってます。で、皆さん僕が過去にやってた照度の検証みたいな、光の強さの差でどれぐらいアガベの成長に差が出るのかみたいな検証を覚えておりますでしょうか。その時に検証で使ってた株がたまたまこのトレイの中にあったんで、今どういう状態なのかっていうのを、最初見ていこうかなと思ってます。で、当時は光の強さとかそういうのを気にしながら育ててたんですけど、今も完全に定期的に底面給水で水をやって、で、適当に光をやってって育成してるんですけど、意外と、あれから順調に育っておりまして、3種類株あったと思うんですけど、とりあえず1つずつ見ていきましょうか。で、1つ目がこいつですね。このインドネシアの株なんですけど、実際は何かわからないんですけど、僕は烈焰やと思い込んで育ててる株になります。で、今皆さん見てこれって烈焰だと思いますかね。僕烈焰を育てたことないんで正直よくわからないんですけど、とりあえずこれ結構かっこよくなってるんですね。なんか形も良くて挙手もいい感じになんかうねうねしてきて、これが本当に烈焰やとしたらだいぶ烈焰ってかっこいいなって思ってるんですけど、これどうなんですかね。皆さんの目から見てこいつは烈焰でしょうか。で、次こいつ2株目、これちぢれなんですけど、このちぢれが一番なんか大きく育ってるというか、葉が大きくなってきてるなっていうような印象を受けます。やっぱこういうのって株の個体差というか、ネーム度によっての差なんかなって思ってるんですけど、こいつもそれなりにかっこよくは今なってきてます。で、あとレッドキャットウィーズルなんですけど、このレッドキャットウィーズルが今僕の一番の推しで、これめっちゃいい感じに育ってませんかね。レッドキャットウィーズルの割に結構丹波で幅広で育ってきてるような気がするんですけど、これは今の僕のお気に入り株です。コンパクトに育って、徐々に挙手もいかつくなってっていうところで、こいついい感じやなと思ってます。で、僕の育成の環境下においてだけなのかちょっとわからないんですけど、あることに気づきまして、こいつ光の検証で育ててたレッドキャットウィズルで、他にも同じようなこのサイズの鉢で育ててるレッドキャットウィズルっていくつかあって、こいつもですね、もともと結構伸びてて、下場見ていただいたら分かるんですけど、ビヨンってなってるんですけど、なんかこの鉢に植えて、で、底面給水で適当に育ててたらどんどん葉が短くなってきまして、で、別に特別なことはしておらず、もうただ放置し続けてるだけなんですけど、いい感じになんか徒長が抑えられてるんですね。で、もちろん株のサイズがそもそも小さいんで、短く育って当然かなとは思うんですけど、なんか徐々に葉が短くなっていって、なんかいい感じに僕好みの形にどんどん育っていってるんですね。で、今2株お見せしたんですけど、これだけじゃなくて、ちょっと待ってくださいね。で、こいつが第3のレッドキャットウィズルで、こいつが光の検証で使ってた弱い光で育成してた方なんですけど、今も弱い光から解放してあげて普通の光で育ってるんですね。で、ただこいつは腰水じゃなく普通に定期的に水をやってるタイプなんですけど、こいつもなんか徐々に短くなっていきまして、この伸びてる下葉からどんどん詰まってきてるんですね。で、挙手もいかつくなってきてるんですよ。で、最初に僕が言ったなんかあることに気づいたっていうのは、赤猫って伸びやすいって言われてると思うんですけど、小さい苗の状態の時は小さい鉢に植えてしまった方が意外と管理しやすいんかなって思いました。で、多分なんですけど、こっから徐々に大きくなっていく段階でまたビヨンって伸びてくる瞬間が来ると思うんですよ。で、そうなる前にこの鉢よりもう少し大きい鉢に鉢増しして、で、ちょっとずつ鉢のサイズをアップしていって、レッドキャットウィルズ、この赤猫自体のサイズも徐々にサイズアップしていけば、意外となんかコンパクトにまとまった状態でいい感じに成長していってくれるんじゃないかなっていうふうに今思ってます。なんで、こいつらは
まあ、今後少しずつ鉢増しをしてそんな感じで育てていこうかなって思ってるんですけど、まあ、一応気になるんで差はつけたいなっていうことで、まあ、本当に徐々に鉢増ししていくパターンと一気にちょっと大きめの鉢に植えて育ってみるっていうパターンも分けてやっていこうと思ってるんですけど、まあ、今現時点のこのサイズ、まあ、大体5センチぐらいになるんですかね、こんぐらいなんですけど、この状態より小さい苗の場合は意外とこの鉢の名前ちょっと忘れたんですけど EG75 みたいな、なんかそんな鉢やったと思うんですけど、それで育てた方が意外となんかコンパクトに綺麗にまとまって見栄えも良くなるんかなって今思ってます。ぜひ気になる方はなんかこんな感じで育成してみても面白いのではないかと思います。で、基本的に僕管理スペースの都合上このサイズ感の鉢で育てることが多くて、他の苗も結構育ててみてるんですけど、で例えばこいつ SAD なんですけど、 SAD もまあこの鉢のサイズで育てると結構コンパクトな状態で、見てください、この葉の詰まり具合っていうんですかね、葉がめっちゃ短く育っていくんですよ。なんで、まあ、基本的にこのサイズで育ててる株に関してはもうなんか動かなくなるというか展開しなくなるまでこのサイズの鉢でキープしようかなって今思ってます。まあ、他もついでにお見せすると、こいつシーザーです。シーザーに関してはちょっと大きくなってるんですけど、まあ、今現状こんな感じです。で、僕シーザーあんま育てたことなかったんですけど、意外とシーザーってなんか葉焼けしやすいんですかね。僕の環境だと結構シーザーだけ他の株と同じ光量にしてもどんどん葉焼けしてしまっていったり赤くなりやすかったりするんで、まあ、意外とシーザーってそんなに光がなくてもいい感じに育っていくんかなって今思ってます。まあ、それかまあガンガン光を当ててもう真っ赤っかにしながら育てていった方がかっこいいシーザーが出来上がるんかもしれないんで、まあ、その辺も込みで僕はこのシーザーはちょっと今痛々しいダメージを受けておりますが、まあ、このままキープして育てていこうかなって思ってます。で、まあ、シーザーではないんですけど、こいつですね、これ僕シーザーとして購入してなくてホワイトクローってことで購入したんですけど、まあ、現状僕にはあのシーザーと見分けがつかなくて、ね、一緒なんちゃうかなって思ってるんですけど、こんな感じでもう真っ赤っかの状態を維持して、まあ、最近水やりをほどほどにしてるんで結構緑に戻ってきてるんですけど、真っ赤っかの状態で育て続けてたんですよ。そしたらこんな感じでもう詰まってきて、まあ、葉もムチムチでまん丸状態になってきたんですよ。なんかシーザーって真っ赤っかの状態で育て続けた方が最終的にいい形にいかつくなっていくんちゃうかなって、まあ、個人的には思ってます。で、僕はそんなアガベ歴長くなくて、まあ、大体2年ぐらいだと思うんですけど、2年間途中グラキリスとかにハマり出してアガベ放置してた時期もあるんですけど、まあ、その中でいろいろ育成を試してみて徐々に最近なんか育て方でいろいろ変わるんやなっていうのを実感し始めてきたところではあります。なので皆さんもいろんな育て方をしてみたら同じ種類の株でもなんかいろんな見た目になっていくんで面白いんじゃないかなって思ってます。ちなみにこいつあの最近すげえなって思ってるんですけど、これ緑幽霊ってやつです。で、これヤフオクで多分メリクロの株を購入したんですけど、今こんな感じでめちゃめちゃいい感じに育ってます。まあ、こいつ今の話と全然関係なくてただ見せたかっただけなんですけど、でついでにこちらもまあ同じ業者さんから買った混合のメリクロンやと思うんですけど、今こんな感じでいい感じに育ってきてます。で、前までこの今後常に真っ赤っかの状態で育ち続けてたんですけど、最近ようやくちょっと株のサイズがアップしたからなのか緑になり始めまして、こっから良くなっていくんかなっていうようななんかフェーズに入ってきたような気がします。個人的にはさっきの緑幽霊とこの混合って最近そんなに多分値段も高くないんで買ってみてもいいんかなと思ってます。という感じでネームドの株をいろんな育ち方してみて楽しんでるわけですけども、最近の直近の動画を見ていただいたらなんとなく感じると思うんですけど、最近ネームドではなくて未生にドハマりしておりまして、でこいつが今、まあ、うちで管理してる
未生の株の中で一番丹波でムチムチに育ってる株なんですけど、基本的に未生の株に関しては僕は、まあ、いいなって思ったものを見つけたら購入するっていうパターンでやってて、自分で種をまいて育ててここまでやったっていうわけではないんですよ。でその理由が、まあ、自分で種をまいてしまうと大量のアガベが湧き出てしまって管理するスペースがなくなるなって思ってるんで、基本的には僕はもう少数精鋭みたいな感じで自分が気に入った株を購入するスタイルでやるっていうのが、まあ、表向きの理由の一つになるんですけども、まあ、実際の本音のとこを話すと、でそういうこともありながらもやっぱり自分でまいた種からかっこいいアガベを出したいっていう気持ちもあったんで、ちょこちょこお寺の種をまいてたりもするんですよ。まあ、最近もドバッと大量に買わず、まあ、これなら管理できるかなぐらいの量の種を買ってアガベの実生をしてたりもするんですけども、まあ、どうやら僕はそのアガベの実生がめちゃめちゃ下手なようで、で今から1年半前ぐらいだと思うんですけど、その時にまいたお寺の実生株をお見せするんで、まあ、びっくりしないでくださいね。こいつやばいなって思われたくないんですけど、僕が1年半かけて育てた株がこちらになります。もうしっかり小さいですしビヨンビヨンに育っております。1年半かけてこのサイズにしか育てられない自分がちょっと情けないんですけど、これ本当に1年半ぐらい育ててます。でまあ一つ苦し紛れの言い訳をさせていただくと、僕やっぱ管理のスペースが限られてるんで、そんな未生の株に LED ライトを当ててやることができないんですよ。なんで基本的に未生株はずっと外で育成しておりまして、まあ、屋外で放置してるような形になります。まあ、その結果このサイズになってしまったのか、もうそんなん関係なく僕の育成のスキルがなさすぎてもうこの状態で止まってしまってるのかはまあ分からないんですけど、とりあえずまあこんな感じで残念な結果になっております。先ほどもお話しした通り、僕は、まあ、かっこいいと思った未生の苗を購入して育てるっていうスタイルでやってるんですけど、最近少し考え方を変えようと思っておりまして、小さい苗の状態でいかついのはもちろん、まあ、将来いかつくなるだろうなっていうのが予想つくんですけど、それ以外のこういうビヨンビヨンに伸びた苗でも、まあ、頑張って育成したら、まあ、愛情込めればかっこよく育つんじゃないかって最近思ってます。なのでさっきお見せしたビヨンビヨンに伸びた小さい苗たちを LED の元に置いて今しっかり育成を始めてます。僕も含めて皆さんそうなんだろうなとは思うんですけど、かっこいい未生の苗が並んでる中にこういうビヨンビヨンの苗が並んでたとしても、やっぱ皆さん選ばないと思うんですね。僕も絶対、まあ、選ばないんですよ。こんな伸びた苗がかっこよくなるっていう想像がどうしてもつきづらいので、まあ、そういうなんか不遇な運命をたどってしまうような、まあ、環境のせいで伸びてしまったビヨンビヨン苗たちを、まあ、僕は一旦しっかり育成してみて、こういう巨子が弱々のビヨンビヨンに伸びた株でもやっぱ大事に育てたらかっこよくなるんやぞっていうのを証明して、まあ、こういう不遇な運命をたどる苗たちを僕は救出したいと思っております。やっぱり種をたくさんまいてもかっこよくなる株って数パーセントやと思うんですよ。まあ、素人なんでよくわからないんですけど、そういうかっこよくならない側のアガベたちのことを考えると、まあ、こいつら今後どうなっていくんやろうって、まあ、少しなんか何とも言えない気持ちになるんですね。だからまあ僕がこの動画の中でこのビヨンビヨンアガベたちをまあかっこよく育成して、まあ、こういう一見世間一般的にはかっこいいとは思われないような状態の株でも大事に育てたらかっこよくなるっていう、まあ、既成事実みたいなのを作り上げて、まあ、皆さんにもっとこのビヨンビヨンの状態のアガベを育てる楽しさを知っていただきたいということで、まあ、僕は今後こいつらを LED の直下において大事に育成してかっこよく育てようと思います。で、まあ、結果的にもしかしたらもうこのビヨンビヨンのアガベはかっこよくならないかもしれないんですけど、まあ、その時はもうその時でやっぱり今までの考え方通りこの絵の状態でかっこいい株が大きくなってもかっこよくなるっていうのが、まあ、正しかったんやっていう、まあ、結論に至ってしまって、まあ、こいつらは報われないことになるんですけど、僕はこのビヨンビヨンアガベたちを救済できるかもしれないその希望にかけて、まあ、育成頑張ろうかなと思っておりますんで、まあ、こいつらをピックアップして動画を作るってことはないと思うんですけど、まあ、たまには動画に出したりもすると思うんで、まあ、ぜひとも気になる方はチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。まあ、今回最終このビヨンビヨンアガベを救済するという話になってしまったんですけど、まあ、最初も話したようなこのネームドの株、
こいつらもやっぱり、まあ、育ててて楽しいなって思うことも多いですし、まあ、今最近やと結構手に入りやすい価格帯に落ち着いてきてるなって思うんで、皆さんもまあいろんな育成の方法を試してみて、うまくいったなとか失敗したなみたいな、まあ、そんな感じで楽しんでいけたらいいのかなと思っております。ということで今回はこれで動画を終わろうと思います。ぜひともチャンネル登録とあと高評価もしていただけると嬉しいです。ということでご視聴いただきありがとうございました。また次回もお会いできると嬉しいです。ではありがとうございました。あとすいません、すっかり忘れてたんですけど、僕このアシュラを自慢したくて持ってきてたんですよ。こいつも今この鉢のサイズ感で、まあ、底面吸水で育成してるんですけど、だいぶムチムチ丹波になってきました。これもちょっとアシュラかどうか僕定かではないんですけど、アシュラとして購入してて、まあ、今結構いい感じに育ってきてます。パツンパツンです。ということでありがとうございました。